言って嘘を言って裏口から逃走。水原容疑者は走っていると言ってもいいほどとても素早く歩いていました。なぜか焦っている様子だったという水原容疑者、実はこの日出廷を終えた水原容疑者が裁判所の前で会見をすると弁護士から伝えられていたというのだが、結局水原容疑者は裏口から出たという。カメラマン、ジゼル氏、運転手付きのリムジンが待っていたんです。私以外の報道陣はみんな彼が出ていくのを見逃しました。言って、嘘だよな、この木に及んで嘘だろ、言って、なぜかじゃないだろ、なんでリムジン使う金があんだよ、返済しろ、司法取引とか良いから刑務所に行ってくれ。そりゃまあ確かに極悪人だが、一般人だし会見させる必要あんのか、逃げる作戦かよ、ひどくね、一平が面白いことする。なんでリムジンなんや、こいつまさか本当に自分の稼ぎは自分の口座に貯めて生活費すべて大谷から盗んでたってこと。悪知恵だけはやたらと働くな、反省してなさすぎ、この人嘘だけで天下取れそうじゃね。もう信用がなくなったからやりたい放題だな、一平は。大谷守るために記者の扱いはうまいからな。光と闇だな、ほんま一平もまたただものではない。ご視聴ありがとうございました。